こんにちは、スプリングです。私は今、兵庫県加西市、ここは北条鉄道の北条町駅です。早速ですが、こちらですね。先日もね、投稿いたしましたけども、北条鉄道にやってまいりました、キハ40。この日はね、初めて本線の試運転を行ったということになっております。もうなんか板が降りてきてますね。いやー、にしても試運転表示、非常にかっこいいですね。もう時間はもうすでに夜の7時頃だったかなと思うんですが、ちょっとね、バルブ撮影をしていこうと思います。いやー、こういうね、小さな町、小さなって失礼ですけど、佇むね、このキハ40、非常に似合いますよね。いやー、以前ね、この試運転を撮影をした動画を、投稿したかなと思うんですが、いやー、ついに走り始めましたね。いやー、この私の大好きな、この、補助鉄道ですね。こちらにもこの、キハ40がやってきたこと。これがね、地元で撮れることが本当にありがたいですね。いや、もう本当に本運転が楽しみですよ。というわけでね、ここで、バッと、バルブ撮影でいろいろしていこうかなと思います。まあ非常に撮りやすい位置に止まってありますのでね、ちょっといろんな角度で撮ってみました。いやこれね、撮影をしたのが2月の23日、それをね、日曜日、週末の日曜日にね、試乗会が行われるということで、まあ、この本運転が、本当に楽しみでございます。いや今後ね、試運転幕も撮れるか分かりませんからね、今のうちに撮っておきたいなと思って撮影をしたということでございます。何を言ってるか分かりません。ろれつが回っておりません。いやー、後ろを振り返るとね、夜なのに7時10分なんですが、何やら怪しげなやつがグッドラックをしております。応援は年1回の乗車から。まあ北条鉄道ね、非常にいい路線なので乗ってみてください。おまたグッドラックをしてますね。何回すんねんという感じですが、などと申しております。というわけでね、こちら側土正面の方にもやってまいりました。いやこのね、側線に入っておりますと本当に取りやすいんですね。まあ、このキハ40、まあ、この補助鉄道に関してはね、駅にミラーがありませんので、列車にミラーが取り付けられるということになっております。というわけでね、こちらも撮影をしておきました。やっぱこのね、もう前面にあるこの国鉄時代をイメージするようなこの帯。これがほんとかっこいいですよね。まあ、485系とか、まあ、こんなもついてましたからね。まあ、この秋田のキハ40に関しては、この五能線、そしてね、まあ、小鹿半島の方まで向かう、小鹿線に走っておりました、キハ40も、緑色の帯がね、こんな感じでついておりました。まあ、ちょっとしたこの秋田方面の、まあ、イメージカラーというような感じなんですかね。カラーというか、まあ、イメージをした帯ということでございます。いや、もうね、お客さんはほとんどいないんですが、まあ、撮影してるの私ぐらいなんですけどね。まあ、ちょっとこの北条町駅、ちょっと様子を見ておこうかなと思います。まあ、向こうの方が、まあ、窓口になるわけですが、券売機があるんですね。まあ、この食券を買うような券売機なんですが、こちら待合室の方にやってまいりますと、非常に大きくね、このような、キハ元年ようこそ北条鉄道へというふうに書かれております。いや、これからああいう北条町という幕が出るんですかね。今のところ回送表示と試運転、そして以前投稿しました。まあ、少しだけ見えておりました。修学旅行幕しか見たことないんですが、また今後記念撮影会も行われるようです。まあ、こういうようにね、地元の野菜が売られてたりするんですが、2022年3月13日にデビューのようです。まあ、このデビューまでね、まだもう少しだけあるわけですが、まあ、その前に試乗会がね、行われるということになっております。私もね、申し込んだんですが、ちょっと落選をしてしまいました。こちらもね、非常に撮りやすい位置で、まあ、編成写真的な感じで、撮影をすることができました。いや、もうね、私が試運転撮った時、回送表示でしたからね。おお、なんじゃこいつは。なんか怪しげなやつが写真を撮っております。いや、本当にかっこいいですね。まあ、以前の動画でも分かったかなと思うんですけども、このキハ40、このミラーと、まあ、この反対側にね、まあ、名板がついてるわけですが、それ以外はあんま変わってないですよね。車内のシートもそのまま。そして、車内に掲げられている、まあ、路線図ですね。そちらに関しても秋田とか、青森のね、まあ、路線が書かれておりましたので、まあ、ほとんど変わってないみたいですね。キハ40の535。いやー、本当に何度も言うようですが、この地域にこれがやってきた。いやー、本当に素晴らしいですよね。まあ、これからね、まあ、本当にいろんな季節、ちょっとこれ取りに行きたいなと思うんですが。まあ、本当にね、まあ、ちょっと見どころとしてあんまり少ない路線にはなるんですが、まあ、夕日であったりとか、彼岸花とか、コスモスとか、まあ、その、春にはね、桜が咲きますので、まあ、本当にね、いろいろと撮って楽しい路線でございます。まあ、それとね、キハ40ちょっと狙っていきたいですね。北条町。本当にね、縁のゆかりもないこの土地にやってきたということになります。
まあちょっと画質が非常に悪いんですが、この名板ですね、一番上が北条鉄道というふうに書いてあります。まあ、その他にはね、いろいろ東日本時代の方がついているというわけですね。というわけでね、明日このキハ40が実際にお客さんを乗せて走るということがありますので、ちょっとねこれは狙っていこうかなと思います。まあいろんなね、お客さんであったりとか歓迎されるムードをね、ちょっと撮影をしてみたいなと思うので、まあ今回はね、まあ編成写真であったりとか、まあ、バルブ撮影でまあ車両メインの写真を撮ってまいりましたけど、ちょっと人の温かみを感じる写真をね撮っていきたいなと思います。というわけで、それもねまた投稿できればと思います。ご視聴ありがとうございました。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真をテーマにした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。過去の動画もぜひご覧ください。